おはようございます、黒みつばです。ということで今回はですね、こちら、はい、明日、モーストニュースが木曜日なのであるんですが、まあ、その中でね、絶賛今開催中のまとまりコラボ、こちらの何かしらのね追加要素が来るんじゃないのかなと予想しております。まあ、原作の窓巻きねマジで好きなので、まあ、今回はね本気で予想していこうかなと思います。で、企画の性質上ねどうしても多少ネタバレを含んでしまう部分があるので、まあ見たくないよっていう方はねぜひブラウザバックして原作の方を見ていただければなと思います。はい、ということで早速いきましょう。まずは大本命ですね、実装期待度星5中星5、神城悪魔ホムラです。はい、ということで、まあ、この悪魔ホムラなんですけど、まあホムラの一つの形態というかね、アルティメットマドカの対になる存在っていうのかなが、まあ、この悪魔ホムラとなっておりますが、なんでね今回悪魔ホムラを予想したかっていうと、まず一つ目大きい理由として、今回のコラボ対象は映画の始まりの物語、永遠の物語、反逆の物語っていう3作がねコラボ対象に入っているんですが、その一つの反逆の物語の要素がほとんどないんですよ。まあ現状実装されてるところでパッと思いつくのは、ホムラ&マドカの、進化イラストかな、あれは反逆から取ってきてると思うんですけど、まあ、他は反逆らしい要素っていうのはあんまりないんですよね。まあ反逆のね代名詞であるこの悪魔ホムラを実装するっていう可能性は結構高いんじゃないのかなと思ってます。で、このキャラ実装のされ方が2パターン予想できて、1つ目が敵として出てくるパターン、超究極悪魔ホムラっていう形で敵として出てくるパターンっていうのが一つで、あともう一つが現状ガチャから出てるホムラの、新しい進化形態、重進化分岐という形で悪魔ホムラが実装されるパターン、この2つが考えられます。まあ普通に考えたら超究極での実装が可能性高いとは思うんですが、まあ今回ね前例のない中であえてこの分岐重進化っていうのを予想したかっていうと、一つ目が、悪魔ホムラっていうキャラの立ち位置がアルティメットマドカの対になるキャラであることから、マドカに関しては2パターンの重心化がいきなり用意されてたので、まあホムラにあってもおかしくないんじゃないのかなっていうのが1点。あともう一つが明日のガチャのピックアップがホムラなんですよ。まあキャラの位置づけ的に言ったらマドカ、ホムラ、京子の順番で来るのかなと思ってたんですけど、今回ピックアップが昨日マドカで本日京子で明日ホムラなので、まあ意図的にねこのスケジュールが組まれたって考えると、まあもしかしたら明日ね重心化分岐が発表されても何らおかしくないんじゃないのかなと思ってます。ただやっぱり先ほども言った通り前例がないので、まあ普通に考えれば超究極での実装が可能性高いんじゃないのかなと思ってます。続きまして、実装期待度星5中星3、人魚の魔女オクタビアです。はい、ということでオクタビアですね。まあこいつに関してはストーリー上ねかなり重大な役割を担ってるので詳しくは言及しないですけど、まあ実装される可能性的に言うと、まあ、あるんじゃないのかなと思ってます。ただ、ちょっとね可能性落ちたのかなっていうのが、今回ワルプルギスの夜のギミックがちょうど強固にはまるようにできてたんですよ。で、ワルプルギスが来る前の自分の予想としては、このオクタビアが追加超究極水属性できて、そこの火属性ミッションで強固が適正になるっていう予想をしてたので、まあ強固がねもうすでにワルプルギスの夜で適正もらってしまったっていうことを考えると、ちょっと来る可能性薄くなったのかなと思ってます。まあ、たださっきも言った通り反逆の要素っていうのが今回のコラボかなり少なくなってるので、まあ意図的にそれをね外しているって考えると、まあ原作アニメから登場させるなら一番可能性が高いのはオクタビアかなと思います。で、続きまして追加予想3キャラ目ですね、実装期待度星5中星4、渚です。で、渚ちゃんについてもね、まあ、盛大なネタバレを含むので、まあ、このキャラの解説はねちょっと避けますが、まあ来る可能性全然あるんじゃないのかなと思います。まあ理由としては主に2つかな。まあ1つはこじつけに近いんですけど、まあ1つ目はさっきホムラでも言ったような反逆要素があまりに少ないっていうところで、まあこのキャラもね反逆に、関わりの深いキャラになってますので、まあ登場する可能性が高い。まあ特にログインとかね、ミッションの報酬とかで手に入る可能性高いんじゃないのかなと思ってます。で、あともう1つのパターンとしては、お菓子の魔女でマミさんの演出がなかったんですよ。
はい、まあこれは誰もがあると思ったんですけど、まあなかったので、まあそれを考えると、まあ追加上級曲でその演出を追加するプラス、まあこの渚ちゃんがね登場するっていうのは、まあちょっとこじつけっぽいですが、まあなくはないのかなとは思います。はい、ということで、まあ渚ちゃんですね、まあ個人的にもかなりね好きなキャラなので登場してきてほしいですね。で、続きまして4キャラ目、実装期待度星5中星2、新ワルプルギスの夜ですね。まあ、昨日降臨したワルプルギスの夜ですが、まあ原作から考えるとね、あまりにクエストの難易度が低かったのかな。まあもちろんその周回系の降臨なので、まあクエストの難易度をある程度ね低くしないといけないっていうのはあったと思うんですが、まあそれにしてもね結構簡単な部類だったので、まあ本当に勲章とか称号だけもらえるっていうパターンですね。まあ一番つまらないパターンにはなるんですが、まあそういった形でね、ワルプルギスの夜が、高難易度バージョンとしてまた帰ってくるっていうのは可能性の一つとしては切り落とせない部分かなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はですね、明日のモンストニュースに向けて、まどまりコラボ追加要素の予想について話していきました。まあそうですね、やっぱり自分本当にね何回も言うんですけど、まどまりが大好きで、ずっと来てほしいコラボだったからこそ、なんかすごいねいろいろと予想しちゃいましたね。まあでもほとんど来る可能性があるところについては潰せたんじゃないかな。あとまあ可能性薄いけどホムリリーだったりとか、まあね他のキャラクターっていうと、もう瞳とかね、京介とか達也とかねそのレベルになってきちゃうので、やっぱり来る可能性が高いところっていうと、まあさっき言ったところの4キャラがね、濃厚なのかなとは思います。はい、まあでもやっぱりあれだね、まあ悪魔ホムラを、一番本命にね予想しましたが、まあ、このキャラが仮に降臨として来るんだったら、ちゃんとそのさっきも言ったワルプルギスの予想みたいな感じじゃなくて、なんか称号とかね、勲章がもらえるだけじゃなくて、ちゃんとキャラクターとしてね、悪魔ホムラが手に入るっていうのが、まあ個人的には一番望ましいかな。うん、まあそれだとやっぱり超究極もやりがい出てくるしね、またお手伝い配信とかぜひぜひやっていきたいなとも思いますかね。まああわよくば獣神化がいいけどねまあやっぱ獣神化じゃないとね、正直ワルプルギスの夜とかもあんまり使う、まああいつ重力バリアの貫通だからまだマシだけど、あんまり使う未来見えないんでね、ちゃんとやっぱり使うキャラってなってくると、まあ、獣神化のキャラっていうのが最低条件になってくるのかなっていうのが、まあ、最近の降臨キャラだとは思うので、まああわよくば獣神化でキャラとしてドロップしてほしいなっていうのが、まあ今の一番の祈りかな。はい、ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンのほどぜひぜひよろしくお願いします。次回の動画でまたお会いしましょう。またね、バイバイ、黒みつばでした。